どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。 Sorry for being trolled、 騙してごめんなさいっていうことですかね。で、説明文にパッパケパン、1日限定のバグなしトロールコースだよ。本日午後22時あたりに消します。新たなギミックと中間と知りたいキーを追加しちゃいました。で、書いてるんですけど、このテルルちゃん頑張るっていう方、パンパケパンってか頭悪そうじゃない泥口が言ってんだよ。まあ僕とテルルさんはですね、犬猿の中なんで気にしないでください。そしてこのコース、1日限定のバグなしトロールコースって書いてるでしょ。バグないのに1日限定っていうのが怪しいんだよな。実はあるんじゃない？もうこの人のこと何も信じられないんだよそれじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 そういや今日僕手術をする日なんですよ。これはやる前に撮ってるんだけど、大丈夫かな、未来の僕泣いてないかな、すごく心配ですよ。いや待て待て、未来の自分を心配するなら今現在の自分を心配した方がいいんじゃないのか。このコースはきっとお前を泣かせに来るぜ。だがしかし、みんなの期待を裏切ってこの制作者を泣かせてやろうじゃないか開幕ブロッカー。僕としたことが大切なことを忘れてました。はい、どうもこんにちは。最初の挨拶はしっかりしないとね。さあ、派手なブロックを叩いて左ダッシュ、グリックルワイパー。みんなごめん、マジなトーンになるけど、これ見たことないしかもさ、結構最近やったことあると思うんだよな。まあでも説明文に罠買いましたみたいなこと書いてたから、ちょっとやっていこうか。ここは右、なんで水中なんだよ。こっちどうせ違うパターンなんでしょ。 PANパンパカパン、頭悪そうなこと書くのやめてもらっていいですかちょっとどこまで行くんだよ。俺は絶対に逃げ切ってみせるからな、パンパカパン。しかし前にやったコース全く覚えてないな。どこがどう変わってるんだろうね。こんな水中コースとかあったっけ。もう全部忘れちゃってるさあ、あの USA は取らねえよ。取ったらこのドアに入れなくなるもんな。さあ、ここも水中、あのパンブロック取っていいのかい。やめろ。このピースイッチ前も落とされた気するな。引っかかって思い出すよね。ああ、こんなあったあったみたいな。ってことは今日の動画は再放送みたいな感じかな。いやいや、そうはならねえよ。僕は絶対に避けまくってみせるからな。何をする。思い出せピオキング、あの辛かった日々を。お前自身きっとレベルが上がってるはずなんだから。さあ、ドアに入っていこうか。はてなてなんで、僕がなぜこのコースをやっているのかが一番疑問なんだ。なんだその風は。あああああ、あの暗い日々がよみがえろ今日手術するんだよね僕。じゃあ風が来るより早くあの先に進んじゃおう。そして中間ポイントゲットか、できるのか俺はもう誰も立てつくなよ俺にって言ってるでしょひどいよこのコース、アメとムチもムチしかないよ。前回の動画がどんなんか覚えてないんですけど、ほとんど同じようなこと言ってるんじゃないレパートリー少ないからさ、これ蹴っていいの？蹴った瞬間すぐ右に行こう。ドッドッデッドッダッドッデッドッ、退化してるでしょうねきっと前回の実況よりも絶対に退化してると思う。はっはっはっ、初めて言ったもんな。この目はダブルハダー。コース自体はそんなに難しくないんだよな。ただやっぱり騙し方がめちゃめちゃうまい。そして進みやすい。まるで教科書みたいなコースですねお前絶対社会の教科書に載ってる亡霊の誰かだろこれボールないと進めないですよね。こんな教科書みたいなトロールコースでいいのけ。君は優等生だな、つてるるよ。一歩その枠から出たトロールコースを作ってみたいとは思わないのか、この不良が。急に誰みたいになってる話だよないや、スタートしたらさ、なんかマリオの操作って書いてたから、いや見たことないなと思って見てみたんだよね。そしたらマジで詳しく書いてたわ。まあ大体全部知ってるやつなんですけどね。ちょっとそこ入れさせてよ。 お前はなんだこれ左行けんのか。ブランコちょっとぐらい揺れてよ。テレさんは揺れなくていいんだよふざけるな。このブランコのバカにされ方はめちゃめちゃ好きだったな。さあ、ドアに入っていきます。で、このキノコは出ていたけど取ってよかったのかな。まあここ壊すためには勝手に壊れたけど、まあいいか取っていこう。フランは取れないでしょ
キロが通っちゃいけなかったとか。まあ上の土管行こうか。まあこっちダメって書いてるから違うんだろうなきっと。ほらほらどうって書いてる。で死に耐久みたいな感じかな。まあ いや一旦チビになっておこうか。チビになりの右下のマグマに入れっていう感じかな。このキノコ全部避けていけってこと？それめちゃめちゃ難しくない？これなんでキノコ邪魔するんだって。なんでキノコ跳ねてるんだろうな。あ、わかった。音符がね下にあるからそいつに当たってキノコが上に来るんだろうね。頼む、もう一回だよ。出しすぎだろ。なんだよこのなんかブラパも出てきたしさ、俺は絶対に頼んねえぞ。そのブラパいけるはず。もう嫌だ。こんなの運ゲーじゃん。もうやめろって。いいとこにキノコ出してくるんだよな。でブラパに当たりの、もうねこのブラパが、やめろブラパ。よしよしよし。で僕は絶対自力でやられるんだ。おっ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 。もう本当にやめる。次で行けなかったら僕はやめる。死にたい救命人なんかどうだっていいね。絶対次で行ってみせるさ。よし。死にたい救命人をなめるんだ。なかなか面白い大金を作ってくれんじゃねえか制作者さんよ。だがな、あなたはきっとクリアしてないんでしょうね。人が引っかかるのだけ見てケラ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 笑う、そんな非道なやつなんだろうきっと。頼む、右下に行ってよ。もう一回今の死に退治をしたくないんだ。許しな。上等だよ。今まで接待トロールをやってきたつもりだったけどね、ここから本気で行かせてもらいますよ。吐き出せ。こんなに可愛い子いじめて楽しいのかな。うん、危ないね、キノコちゃま。この先でキノコちゃまいる。うん、足らないでおこうか。怪しいもんね。さあ、この土管に入っていこうか。あの右のキノコもいらないと思う。ほらほら、僕がちょっと本気を出せばこんなもんなんだよ。かい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 。おっ。ゴイゴイしてるばっかりで、俺のバカ。目の前に中間ポイントがあるんだ。取らせろ取らせろ取らせろ。よっ。いや絶対引っかかったと思ったよな。さあこれはカロのコーラ履いてっていいと思う。まあ履いていこうか。もらえるもんはもらっていこう。なになになに。あー、今度はね、左にカロンがあるからカロンの甲羅は履かないで済むね。で、ここは上をシッパーで、あの無機物何をしてくる。無機物だ。もうさ、前回したトロールコースと全く違うよね。こんなん全然見覚えがないもん。さあこれキノコは取ってっていいのかな。嫌な音楽流れてますけど、ここはしゃがんでいこうか。これで取っちゃう。このピン成長したら閉じ込められるんじゃないのですよね。成敗されたね。美しい美しい。これで今年の花火見らんでいいわ。まあここの記録怪しいと思ってたんだよな。じゃあ右ダッシュで抜けれる。でこれは鉄球かい。鉄球じゃなかったらどうやって先に進めばいいの。ああ左下でキノコが出てくるっていう感じか。はいはい。さあここでドアに入っていきました。そして次はリンク、投げていいのかな。怪しい。なんだこのデクラパワー。余計なことを喋ってるから引っかかるんだよな。だからもうあんまり喋んない方がいいのかもしんない。ヒャヒャヒャ。もう諦めろ。爆弾を持ったまんま右に進めっていう感じだったのね。で右のハテナはオンする以外ないでしょうきっと。でデカ記録は取らないでいくよ。もうあんなの怪しいもん。ちょ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 。頼むって。もう何が来るの。え、何も来ないよ。え、何この特に面白くもない。どうしりゃいいか分かんねえって。これもしかしたらさ、丸々の隣に行ったら何か出てきたんだろうな。でもこの中途半端なところに入ってしまったわけだな。絶対レギュラーですよ。ガム発見しました。さあそろそろね、終わりも近づいてきたんじゃないでしょうか。テルルさんのコースは上には何があるの、行くの怖いな、どうしてとか。受けましょう。この先ゴールがあるんだろ。分かってんだ。さあ姿を見せるゴールよ。2分の1。はあ、
ここに来て2分の1とは面白い。今日僕は手術をするんでね、それの成功率ということにしようじゃないか。これを外せば手術は失敗する。だから慎重に選んでいきます。左のピンクコイン、いかにも安全と思いきや、右の鍵、こっちが正解だ。俺の幅が、まあ2度目の手術はね 100% 成功しますよ。さあここの鍵を取っていいえ、こっちは違うの？こんなの2分の0じゃんか。じゃあこれ右に行っていいの？この辺に行けば鍵をもらえますみたいな。あれもらえんくね。え、どうすればいいんだろうなこれ。ちょっとマジでわかんねえ。もしかしてここら辺になんか、あ、なんかあった？雪見大福か。この意地悪な制作者さんはさ、ゴール前もきっと素直にゴールさせてくれないんだろうな。なんだこの化け物は。人をゴミ箱みたいに扱いやがって。いい加減にせよ。この先がまだ全くもってわからんぜ。ジャブした瞬間すぐ見え。見えんのよ。どうやってやられたかもわかんないのよ。上のブラパ3体は落ちてくるから、この場所に追っておかなくちゃいけないんじゃない？で、左のブラパがマグマに落ちたと同時に左に、じゃあね。難しいことはさせないと思うんだよなこの制作者さんは。じゃあジャンプ C の右を進化してみようか。これで来た来た、うわあ、オッピーだよ。よっほほほほ、ゴールはもらったぜ。オンオフが変わって度数が来るって分かりゃ、もうこっちのもんなんや。右に行け、そして左で逃げる、そしてもう一回トンカチ。待て、下どれを使用しようか。だだだ、右行って左行くことは間違ってないんだよな。で、スターが出てきたよね。あのスターをもらえればこっちのもんなんだ。やったパッパッパッパラッパ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 。いや、すげえ楽しいコースでした。前回したのと全く違うコースになってましたね。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオスピード&スワンプス 100m スラッシュ S。 このコースはですね、サムネを見る感じ大量のブランコが設置されてあるんですけど、後ろからドッスンが迫ってくるみたいなんですよ。そのドッスンから逃げ切れっていうコースですね。このブランコに捕まれながらいや、ブランコに捕まらないで行くのかわかんないけど、絶対面白いよなこのコース。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.7% で、最速が 9.479 秒だったから、めちゃめちゃシビアだと思うんだよな。ブランコに捕まってもタイムロスあんまするなみたいな。あ、いや違うか、時間は300秒あるね。じゃあこのドッスンから逃げ切りながらブランコに捕まれてもすぐなんだこのコース。これね、どのブランコを使うかわかんないから、ジャンプするタイミングっていうのがマジでわかんないんだよな。あ、ブロックあんじゃん、頼むってガチャガチャするな。もうね、一つ目のブランコ掴まれたら、その後連打で行こうか。こっから連打、早く早く早く。これむずいよ。なるべくブランコに捕まらないように行きたいんだけど、それは無理なんかな。あ、今のタイミングめちゃめちゃ良かったね。でもダメ、最初の進み方が分かっただけいいね。ここで加速する、これが分かった時点でね、勝ち確定ですよ。これはもう絶対もらってんだろ。どうせ来んだ、帰れこれね、マジでめちゃめちゃむずいのよ。むずいっていうか、もう運ゲーなんじゃない。やみくもに連打してってもダメっていうのは分かった。リズムよく行こうか。はい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 、歯並びいいなお前吊るしようとしてる。そんな考え持ったらダメだよな、マリオメーカー配信者なんだから。いや、これはもう結構いいんじゃない。頼む、このストーカーが。めちゃめちゃいいこと考えた。左からダッシュするでしょ。で、ドッスンが反応しない、なるべく右側で降りる。これさ、相当距離を稼げるんじゃないかな。さあ、ここでブランコが邪魔をしなかったらいけるはずなんだけど、これは来たんだろ。頼む、ドッスンと 100m 走だかなんだか知んないけどね、今の僕は 100m 走走ってるよりカロリーを使ってんだ。そこんとこ分かってくださいよ。さあ、ここで、いや、こ殺さないで。そろそろこのシーン皆さん見飽きたと思うんで、ささっとクリアしますそれでクリアできたら苦労しないんだよな。いや、これは結構いいんじゃない。頼む、もうちょっと、もうちょっと、やったさ、これは見た目以上にシビアなコースでしたね。でも本当にめちゃめちゃ面白い、おすすめのコースです。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。